おーっと、みくるちゃんもイライラしてる。落ち着きがない。どうしたどうした。あれやん、夫婦揃ってやん。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ちょっと来てもらえますか。お、そっか、子供が生まれるんか。実は私たちに赤ちゃんが生まれました。ふんふんふん。男の子と女の子、どっちだったら嬉しいですか。どっちも嬉しいです。女の子でした。女の子。顔はイメージ通りでしたか。ふんふんふん、イメージ通り。どんな子に育ってほしいですか。まあ自然に任せましょう、そこはね。二人で名前も考えたのですが、私のリボンと夫のコイジから取ってコルボンにしようと思います。コーボン、コーボンちゃん、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。温かく見守ってやってください。ふんふん。ほい、それじゃあマンション見てこう。お、前の子供はまだ成長してない感じやね。ハートマークはないけど友達マークがいっぱいある。あ、めっちゃ早足でお怒りのようだね、ゆうさん。今ちょっと不機嫌です。どうしたどうした。釣りと喧嘩しました。おお、腹が立ちます。仲直りしてください。まあ、とりあえずゆうさんの機嫌はお刺身をあげて回復するとして。押す。え、ないぞ。え、こっちで合ってるよね。押す。え、あった。お刺身をちょっと買っておこう。はい、これで。ありがとうございます。ふんふん、ありがとうございました。いえいえ。はい、じゃあお刺身をどうぞ。いただきます。さあ、これでとりあえず宇宙まで一旦飛んで行ってもらおう。瞳孔が開いてしまっとるけど大丈夫か。うまーい。美味しいよね、お刺身。うんうんうん。超大好物だったようです。気分が落ち着きました。よし。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあ、仲直りできるんだろうか。この間はごめんなさい。どうすか。こちらこそごめんなさい。お、よかったよかった。ちょっと最近ね、仲直りできんこととかもあったけん。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。いえいえ、よかったです。お、レベルアップ。もうちょっとでレベル60までいくね。それじゃあ王子様の服どうぞ。服、王子様の服をプレゼントしました。いつもありがとうございます。オラからのお返しです。帽子が壊滅的に似合わんな、この服には。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。これもあげます。実用品、モビールをもらいました。ありがとう。部屋に犬が来たんです。犬ってすごく可愛いですね。お、大丈夫？粗相とかしてない？なんかすごい豪華な感じの部屋やけんさ。あ、部屋には合っとるね、王子様の服。ちょ、待って、帽子外しとこや。これじゃないわ、こっちか。帽子を、え、別に冠的なものは持ってないよね。冠的なものは持ってない。外しとこ。よし、これで。
これですっきりした。はい、そして、おーっと、みくるちゃんもイライラしてる落ち着きがない。どうしたどうした。あ、いや、夫婦揃ってやん。のりと喧嘩しました。ほうほう、仲直りしてください。じゃあこのイライラも沈めてください。あ、そうめんやね。みくるちゃんはそうめんだ。そうめんでとりあえず踊っていただきます。めっちゃ早く食べるな。もはや噛むことなく飲み込んでそうな勢い。ふふ、ドアップ大好物だったようです。気分が落ち着きました。仲直りしてこようと思います。いってらっしゃい。さあどうかな。この間はごめんなさい。許してあげて。許しません。あ、こっちはダメだった。マジか。やっぱ謝りに行く直前に踊るような子はダメなんや。うまくいきませんでした。またそのうちだね、仲直りは。他にもさ、友達マークが。え、こっちの友達マーク減ってないんやけど、マジで。うわぁ、燃えてる。ここはもうそっとしておくしかない感じですね。じゃあこっちは？うわぁ、あれやね。喧嘩ではないね。めっちゃご機嫌。あゆなのそっくりさん、1ヶ月もどこに行ってたんですか？え、1ヶ月も来てなかった？マジで？あずさと仲直り次第です。おお、え、1ヶ月も来てなかったのに？ずっと仲直りしてなかった感じ？しなよしなよ、それは。ずっとこの状態やった？それはもうさすがに仲直りしてあげてくれ。やっぱりこっちこそごめんなさい。お、仲直りしませんか？今さらなんやねん。はい、とはならん。よかったよかった、仲直りできて。うまくいきました。ありがとうございます。仲直りできました。よかったです。お、レベルアップ。それじゃあカウガールでどうぞ。服、カウガールをプレゼントしました。いつもありがとうございます。カナからのお返しです。何でしょう。お宝、銀貨をもらいました。ありがとう。お礼にこれもあげます。実用品、催眠術セットをもらいました。ありがとう。なんかいい感じのさ、いやー特にないな。特にこれに合いそうなのは別にないね。リンゴの髪飾りのままでいいよ。あゆなのそっくりさんを見ていると優しい気持ちになります。赤ちゃんを見よるような気持ちか。いや、実際にこの島にね、二人ほど赤ちゃん生まれたんで、ちょっとそっちをぜひ見てください。ずっと物の投げ合いしてるよ。どんだけだよ。ほい、アススカちゃん入ります。え、待って、入らんかった。私マンション出てった。そしてお呼び出し。まあまあまあ、いいかいいか。どうしても本番が泣きやんで釣れないのですが、めっちゃ泣いてる。釣れませんか？はい、引き受けましょう。めちゃくちゃ泣いてるよ。大丈夫か？本番、あゆなのそっくりさんだよ。ああ、もう眉毛が目の中に。それが痛いんじゃないのか。眉毛が目の中に、どういう状態だよ。まつげじゃなくて痛いよ、それは。お、ご機嫌。いい感じよ。さあ、ミルクを。早くミルクを口へ。
あ、超ご機嫌。いいね、いいね。最近またちょっといい感じになってきたね。よかった。終始ご機嫌やったよ。ね、一回も元に戻ることなく。よかったよかった。あ、通常の状態で普通にあれやね、眉毛が目に刺さってるんだね。実用品、扇風機をもらいました。ありがとう。これからの季節ね、扇風機じゃ足りんと思うけど、確実に。はい、それじゃあみんなに募金を募ります。さあ、じゃんじゃん入れてってください。今日は 27,090 円集まりました。ありがとう。そしてミーニュース見てこう。5時になりました。ミーニュースをお伝えします。お願いします。暗い話題が多い中、心温まるニュースです。ラワンさんの雲。リンさんが誤ってコーヒーに火を入れてしまい、飛び込んでいた時にふと空を見上げたところ、雲がラワンさんの顔に見えた。そのことです。ここまでくっきり見えたら怖いけどな。ラワンさんに頑張れと言われているような、なんかお亡くなりになっているかのような。空の上のラワンさんって言ったらなんかね。ちなみに雲で登場したラワンさんは今もご健在です。ですよね。マジのミーに聞きました。いや、それも聞いてホッとしました。あ、最後の一文ね。うんうん。世の中日々進歩しますね。進歩とかなのか、これはわからんけども、はい、ニュース、何かの技術で生み出された雲やとしたら確かに。ありがとう。お、夜市が開催されている。今回は何かな。お客さん、運試ししてみない。してみます。ネットではどこも売り切れだよ。いらっしゃい。ネットでも売ってんのか。はい、それじゃあ一つ目の中身は、お宝ルビーのペンダントが入っていました。ありがとう。ありがとうってのも違うか、買ったし。二つ目の中身は、お宝ブーブークッションが入っていました。いらねー。でもまあ確かにこういうのに入ってそう。こんな高いのには入ってないと思うけど。さあ、そして三つ目の中身は、お宝聴診器が入っていました。また来てね。うんうん。まあ、とりあえず1個は当たりやったってことよね。ハートのペンダント。よかったよかった。まだ投げ合いやってんだろうな。ほらそんな景色のいいところで何やってんだよ。ほい、アムくん入ります。一緒に遊んでくれますか？遊びましょう、遊びましょう。やっぱこんなね、せわしない時計とかがある場所やけん、アモくんもこんな落ち着きがない感じに。キャッチ、見事さアイテムをキャッチできればあなたのもの、床に落としたら失敗です。よし、来い。あ、ちっちゃいな。難しいやつだな。おお、いいね。ナイスキャッチ、おめでとうございます。一発で取れた。アルナのそっくりさんのものです。受け取ってください。ありがとう。そんな欲しいものでもないけど。お宝コルクの蓋をもらいました。ありがとう。新しい住人が引っ越してきたらマンション中でお祝いしますよ。なんかコルクの蓋じゃなくてさ、なんやっけ、何かしらさ、なんかそういうコレクターさんが集めるような、なんやった、なんか蓋みたいなあったことない、ちょっとよくわからんけど。ビール瓶の蓋？いや違うか、わからん。なんかそういう系のものあったよね。コルクの蓋ではなかったと思うんだ、多分。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。
いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、多分次回ぐらいに一人子供成長するんかな、どうかな、多分そんなぐらいよね、タイミング的に。